耳の上にピッと手を触れて、でくる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 、もうこれだけで頭皮ぐにゃぐにゃになります。はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、頭の形をきれいにしてリフトアップして、目も大きくなって、もう眼精疲労も良くなって、肩こりまでなくなる方法についてお伝えしたいと思います。頭の形って、うん、あの8針とか、はい、絶壁とか、はい、コンプレックスが多いと思うんですよ、はい、ただこれもう大人になったら言うよりも絶対変えられないと思ってる方が多いと思うんですけど、はい、これ頭の形って変わるんですか？めっちゃ変わります。え、大人になってから？はい、写真出しますけども、これはまいちゃんっていう子なんですけども、おでこ、ここめっちゃ平らじゃないですか。平らで北京原人みたいにグッとここ出っ張ってる、分かりますかね。これ男性的な顔をしてるのがまん丸になってるんですよ。これはもう全然可能になりますから、本当にすぐに効果を感じることができます。今日やってすぐに効果を感じる。片側だけ丸くなります。通常だったら、はい、ヘルメット矯正とかされてるじゃないですか、はい、子供のうち、はい、まだ頭が柔らかいうちだったら、はい、もうヘルメット矯正何ヶ月もやれば、はい、なんとか丸くなるっていうイメージだと思うんですけど、はい、それもいらない？いらないですね。子供だったらもっと早く、丸くなりますから。絶壁で悩んでるお母さんとか、ヘルメット矯正もね、びっくりしましたね。代官山とか行くとね、いっぱい子供がねヘルメットしてるから、何なのかなと思って、頭を保護してるのかなと思ったら、ヘルメット矯正で何十万もするらしいじゃないですか。あの発泡スチロールみたいなやつをやって、まああれはあれでいいと思うんですけども、まあそれやらなくても、まずお母さんが自分で感じていただいて、でそうすると一緒に子供とやると子供も喜びます。母と子のコミュニケーション、本当リンパケアでやってほしいのが母と子のコミュニケーションなので、これ副交感神経系って言って、一緒にやると増幅するようにできていますから、本当におすすめです。ぜひ具体的なやり方を教えてください、はい、めちゃくちゃ簡単なので、まず頭が潰れてる原因っていうのは食いしばりによって頭が潰れてます。だから、まあ、それを緩めていくって話になりますので、この頭のね鉢を、僕もねちょっと 2,3 日やっただけでだいぶ鉢がね丸くなってきましたんで。鉢って生まれつきじゃないんですね。生まれつきじゃないですよ。骨っていうのは引っ張られてるんで、で頬骨が出てるのも、こうおでこが出てるのも筋肉に引っ張られて出てるだけの話なので、それを緩めてあげれば丸くなりますから、まず鉢を左右で確認ですね。頬骨の位置も確認ですね。でやってきますね。じゃあ顔に手を当てて、こう耳くるくるくる後ろ回しで、この時に大切なのは肘を回して、で遠くに、まあ本当に新体操みたいな感じで、この肘とか肩を回して遠くに届ける感じなので、ここをしてこう遠くに届けてあげると、この遠くの揺れが、後ろ回しの揺れがここのほっぺに伝わることを感じます。そして深呼吸。今度はこめかみですね。こめかみを触れて、でこれで同じようにくる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 、でもうちょっと肘から狙ってあげるんですよ。ここわかりますかね、狙うって意味が。こうじゃなくて、こうだと狙えないんですけども、だいたい直線状にして狙ってあげる。でくるくるくる、後ろ回しです。で 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 ぐらいで、それから首です。首はまあまあこうするのも大変なので、このままやってください。でも意識としてはこっち向きに、でくる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 ですね。そうすると本当にこの手の中で揺れてるのが分かると思いますので、それを感じる。そしてですね、そしたら今度はこの後頭部、ここですね、ここをこう後ろに向かってくる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 、後頭部、でこれで、そして最後は耳の上、ここに側頭頭頂筋って筋肉があるんで、もう今これ退化してほとんどないんですけども、腱だけ残ってて、この耳の上をまたやっぱりくるくるくる、耳の上にピッと手を触れて、でくる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 、もうこれだけで頭皮ぐにゃぐにゃになります。でももうこれ丸くなってるんで、こっち頭が左右で触ったら分かる、まあ、分かるぐらいになりますね。これを2回ぐらい繰り返して、もう一遍いきましょうか、はい、まず後筋から出てくる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 、で振動が伝わるのを感じます。そして側頭筋、側頭こめかみですね、くめかみでくる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 、
で深呼吸で首ですね。でくる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 、そして感じる感じる。今度はおでこですね。おでこです。でくるくるくる、これ前頭筋と言います。前頭筋でくる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 。で16ぐらいですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5 適当でいいですからね、回数はね。そして感じる。で後頭部ここですね、ここを触って、でくる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 、で揺れが伝わる。本当に少しでいいです。これで深呼吸。最後この耳の上ですね、耳の上持って、でくる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 。で深呼吸。これでもうぐにゃぐにゃになります。全然左右で違うし、全然頭の鉢も全然丸くなっていますので、で顔もキュッと上がって、キュッとね上がってる感じになってですね、首も長くなります。そんなに1回で変わるんですね、全然変わります。こっちキュッと上がってですね、とにかくこれを、まあ、寝てる時でも寝たまんまやっていただければいいですし、暇の時にやってれば本当に頭が丸くなって頭痛なんかも治ったりすることは結構ありますし、本当に女性性、ここが平らなのは男性性なんですよ、だからやっぱり女性性が高まってきますから、全然顔の形もやっぱり女性っぽくゴツゴツしてるんじゃなくてふっくらとなりますから、まあ男の人も女の人もやっていただければどんどん変わっていくと思いますので、この感覚を覚えてください。この感覚やった時にやっぱ手まで軽くなってるんです。こっちの方が軽くなってるし、もう可動域もね、ここまでで軽くなってるって感じになりますから、この感覚を覚えたら、この感覚でずっといることでよりこれが上がったまんまになりやすくなるという形なので、緊張したら同じなんだけど、緊張しちゃいけないってことじゃなくて、緊張したらまたすぐにやってあげる。で緊張と弛緩、緊張と弛緩、緊張と弛緩っていうのを繰り返すことによって弛緩に向かっていきますからね。いいですか。硬くなってるのは緊張した状態は収縮しっぱなしなんですよ。ところが緊張弛緩、緊張弛緩、緊張弛緩してると弛緩の方向に向かっていきますので、それがとても大切なことで、ただ緩めればいいってことじゃなくって、緊張と弛緩、緊張と弛緩ってことを繰り返す。だから普段どうしても緊張の方に傾きがちなので、やることは弛緩だけでも OK ですよって話です。緊張弛緩が繰り返されることで人間というのは元気になってきますから、ぜひね皆さん、ストレス社会ですから、この弛緩の時間をとても大切にしていただければ、皆さんも元気になって、美しくなって、おでこも丸くなって、子供なんかはあっという間に丸くなると思いますので、ぜひやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、質問やご意見やご感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。